はい、皆さんこんにちは、アシアシティでございます。今日も雨、日曜日の雨なんですけども、いかがお過ごしでございましょうか。昨日なんですけど、ちょっとニーヤンとモコちゃんにお会いしてきてね、仕事終わって車でちょっと大阪まで行って、お寿司ごちそうになって、ほんでその中の話で、先だってね、慎太郎さんや真央さんや中村幸三さん、あと梅ちゃんかな、あとワイシとね、皆さんお会いした時に、真央さんと中村幸三さんは、さっき抜けちゃったんですけど、あと残り4人で、これもろに言うたら引っかかんのかな枠でも、枠枠のデモの主催者の、カオルさん、ね、カオルさんが、西中島でお店、スナックされてるんですね。スナックラウンジなんかなちょっと落ち着いてお酒飲めるとこなんですけど、で先だって行った時はちょっと時間帯が遅かったんでね、ほんでニーヤンとモーコちゃんご夫妻は、まあ、西中界隈住んでられるので、で5時会今度ちょっとでも一緒に行かれた方連れてくるんで、一緒に行きますからねってカオルさんにお伝えしてたんですね。でそれからね、まあニアの方も忙しくって、ほんで僕の方もね、まあ毎日相も変わらずのほほんとふざけた生活してるんで、でニアの方がちょっとお仕事詰まっててなかなか会えなかったんですね。で今月、まあ4月、まあいろいろ皆さんお誕生日の方がね結構集中してるんですよ。4月、まあ、4月お誕生日ねお迎えの方おめでとうございます。で先にねニーヤンが誕生日で、でその間にね結婚記念日が入るんですね。で結婚記念日が入って、でその後に今度4月の22日かやったかな、ムーコちゃんのお誕生日ということで、おめでたいこと3連発いうことでね。で僕はニーヤンご夫妻、まあ普段からお世話になりっぱなしで、で何か返さないといけないと いけないなって思ってる中で、まあ去年はねなんか可愛らしい小豚ちゃんのなんか調味料入れなんかな、アジアのうちでのマリアンジュさんでちょっと選ばせていただいてプレゼントさせていただいたんですけど、今年は、まあ、ニーヤンの誕生日、結婚記念日、モーコちゃんの誕生日で、前回バーベキューした時に僕以前ねパッツンパッツンの黄色のベスト着とったでしょ、まあ、ダウンっぽいベスト、ダウンっぽいベストね。でそれを清太郎さんにお渡しして、で清太郎さんだけにお渡しするのもちょっと申し訳ないな思って、で同じカラーのをまた麻生さんに送らせていただいたんですけど、あそう言ったらまあなかなかねそのペアルックとか取ってつけて来てくださいっていうようなあれじゃなしに、やっぱ機能性も備えて、まあ寒い時はちょっと羽織ったらええな、まあたまたま同じ色やったみたいな感じのさりげなさっていうのも必要かなと思ったんですけど、まあニアンこの先ムーコちゃんとちょっと焚き火いうかキャンプも行かれるいうことでね、で夜の時間帯になったら結構気温が下がると思うんですよ。でその時でも来てくれたらいいかなって思って、でペアで清太郎さん麻生さんと同じカラーのね黄色のプレゼントさせていただいた次第でございますけども、まあポテスイ生前の頃ね4人でほんまにいろんなとこ飲みに行ったり食べに行ったり、もう思い出したらキリがないぐらいもううろ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 して、まあひたすら飲んでましたけどね、まあ、楽しい時間をいっぱい過ごさせていただいたっていう、すごいねかけがえのない思い出がいっぱい詰まってるんですけども、ねやっぱり昨日もふと思ったんやけど、まあ、たまにおうてね
楽しいお話しながらあれなんですけど、やっぱりね、あの端々で、まあ、もうこちゃんも突然ちょっとあのポテスイのことツボ吐いちゃって、あの涙流していただいたんですけど、まあ、僕の方もふっとした瞬間に、あ、おらへんねんなーっていうのがパーッと波のように押しかけることもあって、でなかなかね、やっぱり今まで通りっていう、やっぱり一人かけるとどういうのかな、あの空気が変わるっていうか、やっぱり言葉では言い表せないものがなんかふわっとちょっと浮いてくる時があるんでね、やっぱりこういうのを経験しながら皆さんど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 んね、成長って言ったらおかしいんかな、やっぱりそういうのも乗り越えていってられるのかなって思ったりなんかもしますね。で僕の方もね、やっぱり浮き沈みが激しいっていうか、わーっと、やっぱりかけがえのない時間っていうのは、やっぱりニーヤンモコちゃんご夫妻と過ごしてが一番長いんですよね。やっぱりその中でやっぱいろんなことが蘇ってくるっていうかね、やっぱ思い出したり、思い出の探し物の旅みたいなね、あの時あないしとったな、こないしとったなとか。でまたあの先だっておはぎちゃん誕生日やった時やったかな、なんかおはぎちゃん LINE くれて、おはぎちゃんがこっち大阪遊びに来た時の動画とか写メとかね、また送ってくれて、それ見ながら、うわ懐かしいなって思って、やっぱり時間も順調に経っていってね、思い出がどんどん増えていくっていう、まあこれは生きている以上皆さん経験することやと思うんですけど、まあ僕の方はほんまにね、まだちょっと沈み加減なこともあるんですけど、まあなんとかね、前向いて元気よく歩いていけるように頑張りたいと思います。まあ頑張りたいっていう言葉、まあ最近ねもう使わないようにはしてるんですけど、でもそこは頑張らなあかんな、あかんとこやろみたいなね、自分に言い聞かせながら毎日時間を過ごしております。でちょっと話横道それましたけどね、その前田香織さんのお店、あの西中島のあの課長さんっていうあのラウンジされてるんですけども、でそこのお店をそのニアン家が近いから、まあニアンもこちゃんよくあの飲みに行ってカラオケ歌ったりね、よく外出られるんで、ぜひとも行きたいなっていうのをやっと昨日叶ったなみたいな。でまあ偶然なんですけど、その前田香織さんのされてる店の下にまたあのお店があって、まあ細長いビルなんですけど、その1階1階テナントが入ってるんですけど、そこの前田香織さんの店が6階やったかな、でその5階のお店がなんか25年ぐらい通ってるお店やったんですよ。でまあ当然お店同士の付き合いもあるでね、まあ最初ニーヤンとモコちゃんと3人で行ったら、課長さんが閉まっててね、玄関鍵閉まってて、で、あ、ほんならもう下行こうか、言って下おったら、今度、その下の店に前田香織さんが入ってきはって、ほんで、なんかカメラで見とったかなんかね、そんなおっしゃってはったんで、まあちょっとお話しして飲みましょうって公開でね、前田香織さん交えて4人で飲んでたら、そこのお店がなんか何周年記念とかやってはってね、やっぱりひっきりなしのお客さん来られるんで、ね、前田香織さんのお店に移りましょうかいうことで、でまあご近所の知り合いの方もそこのお店に入れなかった、前田香織さんのねお店の方に行かれて、まあ6人でやこらやこらカラオケ歌ったり、まあ、楽しい時間過ごさせていただきました。本当ありがとうございました。もうニーヤンモコちゃんね、まあっという間に、まあ、たまたまいうか、まあ僕ちょっと体調具合悪かったんでね、電車乗って行ったらしんどいと思って、まあいいかと思って、もう仕事帰りにも車でそのまま大阪の西中島まで走ったんで、まあお酒の方はね飲まなかったんですけど、まあ飲まなくても楽しいってね、まあニーヤンやっぱりエネルギーがすごいなと思ってね、見習わなあかんなと思って本当にもう
面白い面白い、ほんまに。まああっという間にね、そういう時間を過ごさせていただいて、でまあ11時ぐらいになったから、まあそろそろ先帰りますということでね、僕先帰らせてもらったんですけど、また今度ね帰りの道がまたポテスイとよく車で通った道なんでね、やっぱりそういうのもやっぱり思い出して、ああ横に折れへんねんなーと思ってね、なんかちょっとジーンと来たりなんかもしとりましたけど、まあ12時過ぎに家に着いて、でまあこそこそとパソコン見たり、あと携帯いじくってたりね、携帯見ながらパッと時計見たらもう1時待っとったから、さあ寝よう思って、まあコテーンと寝ました。でまあ一晩明けて今なんですけど、で昨日ね、まあニーヤンとちょっとまあ時代の話なんかも交えながら隣同士でお話しさせてもらってたんですけど、まあ僕もしかりなんですけどね、まあこのご時世、まあ流行り風邪のこととか、あとどういうのかな、都市伝説的なことを、まあ僕配信やりだしたんがもうそこから入っていったんで、もうひっきりなしにそういうテーマねの中で配信してきたんですけども、最近いうかもうここ1年以上かな、もうピタッとしないでしょう。でまあ今更ほじくってね、もう3年も4年も前に喋ってたんをもう一回喋る気もないし、もう皆さんほとんどご存知やと思うんでね、もう今更取ってつけて、またこれはこうですよこうですよって煽ることもしたくないし、でまあその中でね、すごいニアンの考え、まあ僕の考えとちょっと勝ち合ったって僕は思ってるんですけど、まあ簡単に言うたらね、そこまでして生きたいかっていうことなんですね。で、いろんな YouTube、まあ X、そういうのを見ていると、生きることに執着しすぎてるんじゃないかなって思うところが多々あるんですね、僕は。前から、その違和感っていうのかな、そういうのをすごい感じてたので、まあ当然ね、生きないといけない、この世に生まれて生きないといけないっていうテーマは、ね、それぞれあると思うんですけども、まあ、結婚して子供がいる、子供が小さい、そんなうちにね亡くなることなんかできない、まあとそれは当然のことなんですけども、まあなんかいろんな、やっぱり体にいいものっていうのはやっぱり取り入れるのは必要なことやと思うんですけども、なんかね全てそれに変えてしもて、それ中心で生きていってて面白いかなとかね、やっぱりたまにはコーラも飲みたいし、やっぱ脂身のあるお肉も食べたいし、やっぱそういうの体に悪いとかね、まあおっしゃるのもごもっともですけど、僕はそういう生き方したくない。やっぱり食べたいもんは食べたいしね、その体に悪いもんを毎日食べるとかそんなんじゃなくて、何もかも節制して、でそこまでしがみついて長生きしたいですかって、でそこまでしがみついて長生きできる保証ってどこにあるんですかっていうのを皆さんに問いたい。ある程度ね自己満足の世界違うかなと思って、ちょっとね今日独白ようなこと言うお話するんですけども、まあ取り入れてることもあるんですよね。僕自身はジュースをクエン酸飲んだり、まあ薬を極力減らすっていうことを進めていってるっていうのも正直言って事実ですわ。でまあ薬ちょっとでも減らしてね、食べるもんで補うみたいなあれやけど、まあ例えば食物繊維をいっぱい摂る、毎日お野菜食べれるか、毎日ボウルいっぱいの野菜サラダを食べてって、毎日飽きるもんね。で、毎日玄米ばっかりいて、それもちょっと食べれないし、やっぱり白いご飯、お味噌汁、おかず、そういう食生活慣れてるから、で、お肉食べたり、魚食べたりね。で、まあ正直油は僕、米油使ってますね。米油とオリーブオイルかな。で、なんで米油使ってるって言ったら、揚げ物に米油使ったらなんか香ばしくて美味しくなったから、なんか揚げ物がもう一つ美味しいなーって思って、で、
米油なんか使ったりしてるんですよ。でオリーブオイルっていうのは、まあ、割とパスタ作る頻度が多いんで、でオリーブオイルでかいのを使ってますね。でキャノーラ油とかサラダ油とかそういうのはもう買わなくなりました。それくらいかな、なんか食生活で取り入れてるっていうのは。あと普通にお肉も食べるし、まあ、お魚も当然食べるし、まあ、炒めも煮炊きも揚げもねえ、まあ、そういう中でいろんな、まあ、巷で言われてるのを取り入れて、それを作るのもめんどくさいしねめんどくさいし、でふと思ったんやけど、あの外で外食ね、で例えばまあ、オーガニック取り入れてる方には申し訳ないんですけど、ここのお店はオーガニックです、オーガニックのお店なんでって言うて、 100% オーガニックですかっていうのを問いたいですね。まあそれはお店で気ぃつけて 100% に、もうほぼ 100% でやってるとこもあるかもわからへんけど、やっぱ飲食なんか外食なんかでそういうのって求めんのって難しいんちゃうやろかとかね。まあ例えば中華食べに行ったら、まあ巷で言われてるあの魔法の白い粉ね、うまみ調味料っていうのかな、ああいうの入ってない中華屋さんってないん違うかな。でまあ X とか、まあ YouTube でもそうですよね。それ見ながら、いや味の素は体に悪いとかで、いやあんたら食べとるがなって知らん間に食べとんでって、でそれを切っては切れないような状況にやっぱりこの国ってなってんのかなっていうのはやっぱりつくづく思うところなんですね。だからあれあかんこれあかん言うて、あれあかん言うて、そのあかんを 100% 取り除けるかって言ったら、それはほぼ無理違うかなって思ってね。でそこでやっぱり硬い頭じゃなしに柔らかい頭っていうのかな、まあそれ昔の人っていうかね、僕らの親世代なんかお刺身に食べるときお醤油にやっぱりあの魔法の白い粉を一振り二振りかけて食べてましたもんね。でそれが普通やって見て思って僕は育ってるから、なんか今になって、まあ前からねそれはずっと言われてたんですけど、やっぱ体に悪いとか、なんか集中攻撃でしょ、いやでも今まで食うとったんちゃうんって、その今まで食うとったやつってどないなんのって、体に蓄積されてとかね、なんかいろんなこと言ってるけど、実際我々顕微鏡を見てね、そこの結論まで調べることっていうのはまずないでしょう、一般生活してて。で誰かが言い出したらそれに同調してね、あこの人言うてたから間違いないとか、そういうのじゃなしに、やっぱり自分の意見っていうのも大事なん違うかなと思って、人が言うとったからこれ飲んだら元気なるから飲んでんねんみたいなんじゃなしに、やっぱ体がちょっと調子悪いな、これ飲んでみようか、あ飲んだらちょっと調子よなったとか、やっぱそういうのでいいと思うんやけどね。もうこれがあかんからこれダメとか、あれがあかんからもうあれは買ったらあかんとか、もうそういうのはもう流行みたいになってんのちゃうかなと思ってね。だからそういうの、まあなんで悪いとかね、定義づけてちゃんと皆さんおっしゃってるのは重々わかるんやけど、まあ僕はその本当、まあポテスギなくなってから特に思うんやけど、そこまでしてしがみついて生きていきたないっていうのはすごくありますね。やっぱり自然と自分知らんうちに食べてることって多々あるし、であともう一つね、まあ、これはもう最初から僕あんまり好きじゃないことなんですけど、備蓄ね。備蓄はまあ子供さんおる家庭とかはまた話別として、まあ普通の家言うたら、うん、まあ普通って言うたら語弊あるかもわかんないけど、まあ一般家庭においてお米言うたら大体一月分ぐらいはあるん違うかな。まあなくなりかけて買う手前とかいたらないんやけど、まあ大体5キロ10キロ単位で買われてると思うんですね。で備蓄をどんどんしてこれで1年間大丈夫とか2年間大丈夫とか、その安心するのは自分らだけでしょう。じゃあもし万が一なことがあって
て、まあその備蓄のおかげで1年間生きられました、生きれました、2年間生きれました。その先それなくなったらどないすんのかなと思って、もうそれやったら花からもう別に少なくてもええんちゃうのみたいなね、割と僕はそういう考えで前々からいたんでね、何もかもやっぱり準備多いね、全てにおいてするっていうのはどうかなっていうのは僕の中ですごいクエスチョンマークのつくとこなんで、まあそれぞれ皆さん考えね、あると思うんですけどね、まあこれ聞かれてる視聴者さんで、いや私はこんな考えしとったんや、私嫌いって思う方も多々おられる、出てくるかもわかんないですけど、まあそこのとこはね、そんなに思われたらもう仕方がないっていうところもあるんですけども、まあこういうスタンスで今までいたっていうのを、まあ、知ってる方は知ってると思うんやけどね、まあ僕本当にね、備蓄をすごい3年ぐらい前かな、3年ぐらい前に一時期もう僕の中で第一次備蓄ブームって言ってるんですけど、その時にこないしたら米は長持ちしますとかね、缶詰はこれは持ちますとか言ってて、ほんでポテスイと言ってたんですよ。いや備蓄言うてそんだけ貯めて、でもし万が一なことあってそれなくなったらみんなどないすんねやろうな、不安でしゃあないんちゃうの、それやったら先に不安先取りしといた方がいいん違うとかね、なんかそんな喋ってた記憶がありますわ。まあそんな感じでね、今日はそういうニーアンとそのしがみついてでも生きたいかっていう、まあこれいろんな意見あると思うんですけども、まあ年齢ってがすごい絡んでくると思うんですよね。まあ、ニアン、まあ、還暦超えて、で、僕ももう還暦にて届いてる年代なんですけど、まあ、子供、ね、そんなちっちゃい子おれへんからそんなん言えんねやろって言われたら、その通りです。ほんと。もうその通り。だから、まあ、もし万が一のことあってね、ほんで、まあ、ちっちゃい子供おるとこ、まあ、備蓄のものがないとか言って、ほんで、うち米、10キロあるけど、言ったら、5キロあげますもん。半分こしょーって。もうそれでいいと思う、分かち合って。もう根性ババで、もう、溜め込んでとか、もうそんなんしたくない。で、まあ、物流業今までしとったからね、どこの倉庫に何が入ってるって、まあ、近所の、ある程度頭入ってるから、もう万が一なことあったら、もうそこ行くしかないでしょ。ねえ、バール持って。ほんでみんなで、あんでー言って、分かち合うみたいなね。もう、自分の家庭の中でそうやってやるって、もう、些細なことやから、もっと大きいことしたいな思ってね。まあ、そういう時になったら、警察に捕まることもないやろうとかね、思っとりなんかもしとります。まあ今後なんですけどね、まあいろんなことを、まあ仕事の面においても、まあ今の状況でずっとしてるのかなって、いろんなちょっと LINE のこと考えてて、また決まり次第ね、皆さんに報告しながらちょっと動いていきたいなと思うんですけど、まあ皆さん YouTube 当然ね、これ聞かれてる皆さん、まあ見てられるは間違いないんやけど、僕ね結構一人で旅外国されてる YouTube 見てるんですよね。で、まあ無職旅さんとか、あとどこでも行くドスコイさんとかね、あとなんか名前が出てけへんね、とっさに。まあ数限りなくそうやって見てるんですけども、ちょっとね憧れてるんですよ。一人で、まあ家のこともあるからね、そんな1ヶ月も2ヶ月もじゃないんやけど、まあ例えばタイにね1週間沈没生活しに行こうかなとかね。まあ正直ポテスイと話してたんは、もう必ず台湾行こうなって言ってたことがあったんですね。で、この間慎太郎さんが
台湾2回行ってんのかな、今年入って。で僕10分っていうとこかな、9分の隣の10分、バルーンね、なんか紙かなんか出てきたバルーンを飛ばす、なんかいろんなメッセージ書いて飛ばすの、あれ飛ばしに行こうなーってポテスイと言ってたんやけど、ポテスイが先飛んでいっちゃったから、もうお空に上がっちゃったから、なんかポテスイに対してそのメッセージをバルーンで送りたいなっていうのも思ってるんですね。でも一人でね、海外とかもう本当にね、まあ知ってる方はご存知やと思うんですけど、僕一人やったら何もできないタイプなんですよ。今までもポテスイおったから、もういろんなことをねできてやってきたんやけど、もうこれからは、まあボンちゃんはおるんやけど、まあ一人でいろんな考えてやっていかないといけないっていうような中で、果たして台湾バルーン上げに行けるんかとかね、なんか自分のことを客観的に自分で見つめてみると、あ、多分無理やなとか思って、なんかそんなことも思っております。だからなんかね、ちょっとまあこの世に生きてる間は、全ての人がみんながみんなできるっていうことってなかなかないんやけど、まあ自分なりの個性とか考えとかね、いろんな思いとか交えて何かしていきたいなっていうのはすごくあるんでね、またそういうことをする時も動画間違いなく上げてね、皆さんに見てもらう形になると思うんですけど、まあおっさんの初めての海外旅行、お使い一人海外旅行とかね、なんかそういうのも面白いかなと思って、まあ今までね、行き当たりばったりの人生半分以上送ってるから、まあなんとかなるんちゃうかなとか思いながら、まあいろいろそうやって何か計画、行き当たりばったりの計画していきたいと思います。で、先だってね、ほのりんさんの曲聴いていただいたんですけどもね、今日ももう一曲ちょっと皆さんに聴いてほしい曲があるんですけども、Going My Way っていう曲なんですね。まあ、我が道を進む、我が道を行くっていうのかな。まあ、そういう感情をすごく思いを入れて歌われてる、歌詞にされてるかなって思うんですけど、ポテスイがね、ゆずの栄光の架け橋っていう曲も結構好きやったんですね。で、なんかその曲とちょっとダブるところがあって、なんかふとちょっとジーンと胸に響いたんですけど、まあ皆さん聞いてください。ほのりんさんの Going My Way。認めてくれないの
足跡を振り返ってみて、いつもとは違う道に進んだっていいんだよ。本当に辛いけれど、苦しいけれど、誰も見てないなんて言わないで。たとえ誰かがあなたを否定したとしても、必ずそばにいるから、ゆっくりゆっくり前に進もう。本当に辛いことも苦しいことも強みに変えられるように、まだ自分のことわからなくても大丈夫。皆さんどう感じられたかな？またコメントなんかいただけると非常に嬉しいんですけども、まあそんな感じでね、録音配信こないだに続き2回目ということで、ちょっと生ライブも知りたいんですけど、なんか生ライブ喋ってる最中にちょっと具合悪くなってね、また皆さんにご心配かけたら嫌なんで、またできる状況になったらまたやるんでね、いろいろ部屋中も秘密基地兼スタジオみたいなね、どん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 、まあどんどんでもないけどちょこちょこいじってますんで、またその経過報告もね、画像とか入れながら皆さんにお伝えしていきたいと思います。でいつもねあれなんですけど、この次何の話しようかなっていうテーマをこの最後に置いといたら、また次の配信もその話から入るんやなっていうことで、実を言うとね、次のテーマドローンドローン買ったんですよ。ドローンで会社の中でビューンと飛ばしてね、まあ、あんまり喋りすぎるとネタバレしちゃうんで、それぐらいで置いときますけど、まあ、次はドローンのお話から皆さんにお伝えしていきたいと思います。まあ、これからね、どんどん暖かくなって、まあ、ちょっとね、雨が結構、まあ、三寒四温通り過ぎたかな、もう春雨の季節かな、まあ、この間も雨の季語、ね、冒頭でお話ししましたけど、菜種梅雨が終わると、もう初夏が来るっていうことでね、まあこれからどんどんウキウキ楽しい季節になると思うんでね、皆さん本当寒い冬通り過ぎてね、アクティブな季節が来ますんで、いっぱいお楽しみくださいね。まあいつもながらですけど、皆さんの健康と幸せを心の奥深くから祈ってます。それでは次回またお会いしましょう。さよなら。